はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビット青をやっていきたいと思います。はい、6年目なんですが、6位に低迷しております、クラワンカリバーズ。ちょっと佐世保ドッグス、首位ですね。破竹の4連勝だったかな。破竹の5連勝か。圧倒的な実績を上げております。佐世保ドッグス、止めに行こうじゃないの。S とかがいて強えな、これ。マンマーカーとか、チャンスメーカーとか役割がしっかりしてますよね。やっぱりこの辺は N1 にいた有名クラブだけある。かなりの強敵になりそうです。というか、N1 から落ちてきたんで、初めての、この公式戦では初めての対戦になる、なりますよね。さあ、こちらもまあ、フルメンバーで臨みたいと思います。緑を起用して、7個。サツキ方がエスミより良い。あやこは疲れてますね。これは起用できません。カルビよりはエスミ。ちょっとミオ疲れそうな気はしてならないですね。こんな感じで夏木を起用する形でやっていきたいと思います。さあ、試合終了終了じゃないや。試合終了してどうするんだ。試合開始です。意外とととですね、相手のホームにもかかわらず、勝率の差はないです。すごい人入ってますね。っていうか、でかいですね。佐世保の、さすがも、前年まで N1 だっただけあります。さあ、敵地に乗り込んでのキックオフ。ワールドカップいよいよ佳境ですからね。先ほどビーナスイレブンビビットをやってきたんですが、サッカーゲームを、どんどんやっていきたいと思います。この辺の、フェイントなんかもうまい。すごいな。ここはもうロングシュート打ってくるんだ。おっと、あーっと、これもそうですよね。何やってんだ？何やってんだ？さあ、犬ですね。佐世保というと、柴犬。と、パンチング。ここ気をつけないといけません。引き分けはやっとかな。相手がなんかボール取るシーンが多くなってきましたよね。早い！コーナーキック。このセンタリング気をつけないとね。ゴールキックですね。さあ、ナーコ。落ち着いて緑から。あーっと、これは流れた。なんとか食らいついてはいるんですけどね。相手がほんとパス回しなんかが早い。疲れてきそうだな、こちらの方が。ノーホイッスルだ。まあ、こちらはうまくパス回しを決めに行きたいが。誰だ？さあ、くるみ入った！先取点！やった！少ないチャンスを有効的に活用して、嘘ですよね。確かに。
これ勝ち行きましょう。ちょっと欲が出てきました。しめてると佐世保結構疲れてんですよね。パス回しすると疲れるのかな。おっと来るぞ。おー助かった。さあパスから見よう。バニューダ左、こちらパス回しも上手くなってきましたね。ちょっとこれは無理があった。さあ緑ナーコが確保して、これは取りに行きにくいか。前半終了、1対0、リード、なんとリードです。戦術ですね、バランスにしましょう。この辺の真ん中が、中段が強いんですよね。まだですね、交代は早い。本当に、スタミナも減ってないし、耐えれるようになりました。ん？さすがにこれはキーパーが、キープです。危ない危ない。違ったね、中段の強さで、決定力っていうより中段の強さでパス回しをしてチャンスを得るチームですよね。さあ外に出しました。おっとミオとミホとマドカと浦川が疲れている。さあ誰を出すか。ミホを萌えに変えましょう。まずはで、サツキをミオとミオかマオと変えよう。ミオを変えよう。早く手当てしましょう。中段も。そしてスミとナナコをチェンジ。さあ一気に3人変えます。さあスローイン。おー、なんかチャンスでしたよね。緑攻めてますね、なんか逆に。さあとおっと長いたチャンス。あっとこれ決めきれなかったよ、なぜか。ちょっとこの後が怖い。と、ノーホイッスル。ナナコがさすがです。サイドですね、ナナコ。トリコメールは、これはなかなかうまくいかない。さあ、この後残り20分。なんとか粘り切りたいですよね。さあなんか無理やりなシュートが結構多いぞ。さあキープしたい。そーっと藤原シュート。こちらもちょっと無理がありました。さあ刻々と時間が過ぎていくが、ちょっと危ないぞこれ。さあ気をつけろ。あっと外れましたね、やっぱり。さあ時間がどんどん過ぎていく。おっと、パス回しをします。もうほとんど時間がない。1分ですね、ロスタイム。おお勝ちました。前半はですね、佐世保ドックスのこの巧みなパス回しに翻弄されてだけで、まあ、点を取られなかったらラッキーっていう感じでしたね。そしてですね、
そんな中、前半最後、この縦パス、少ないチャンスをくるみが、きっちり生かして、この縦パスの、連携見事でしたね。はい、複数で掴んだ勝利って言えますね。その後は一進一退の展開でした。ここピンチだったんですが、キーパーもうまく出て、牽制しましたよね。なので、勝つことができました。おー、課題もたくさんもらいましたよね。これで2勝目。5割に戻しました。なんて言っても、佐世保ドッグスは初めて、引きずり下ろした、N2 での初勝利を我がチームが奪ったというのは大きいですね。これで4位に浮上です。さあ、そしてダイハード富士見戦です。海外のリーグからも選手を確保することはできるんですよね。ないなぁ。おっと、幸子。いい選手ではあるんですが、3000万っていうのが満たせんのかなぁ。まあでも、狙ってみましょう。おっと、そうだった。定員オーバーだった。チーム編成で一人解雇しましょう。超高い。最近、キーパー最近、二人でいいやって思ってきましたよね。でも、いい選手だよな。広岡は？あ、超高もう完全に落ちてますね、これ。というわけで、ちょっとオファーしてみましょう。幸子。 S リーグってもったいない選手ですよね。オファーします。もったいない。やはりそうですね。こういう貴重な選手は、確保したいっていうこと。え？なんか能力が相当落ちてるぞ。リセットされると、能力がリセットされちゃうのか。A とかあったのにな。はい、というわけで、すごい。まさかの勝利。首位の佐世保ドッグスに上げることができました。はい。これでですね、弾みをつけたいところですね。はい。以上、カルチョビットアーの、動画をお送りいたしました。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうではチャンネル登録者数1000人を目指しております。この動画のタイトル右側にチャンネル登録をするボタンがありますので、まだされてらっしゃらない方、ぜひよろしくお願いいたします。また、高評価、コメント、この動画の SNS などの拡散も、歓迎しております。ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しています。よろしければ見てください。最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。
お時間がありましたら、そちらもアクセスしていただければ嬉しいです。はい、動画プレイリストについては、プレイリストを再生しますと、右上にですね、こちらですね、プレイリストをチャンネルにブックマークするボタンがありますので、そちらをブックマークしていただければ非常に嬉しく思います。はい。では、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。